秀吉以来数百年公には食することを禁止されていたフグ。そんなフグ食に明かりが差したのは明治時代、1888年、初代総理大臣伊藤博文が日清講和条約締結のために下関を訪れた時のこと。不漁により魚がなく、旅館の女将が仕方なく禁じられていたフグを出したところ、その味に感激。伊藤は知事に働きかけ、下関でのフグ食を解禁させたという。しかし一説には、山口県出身の伊藤博文が自分が食べたいことから解禁したのではという説もあるが、その真相は定かではない。初代総理大臣伊藤博文が解禁したフグ食、以来下関はフグ取扱いの拠点としてフグと共に歩んできた。しかし、なぜフグの多くが下関に集められるのかご存知だろうか。そこには下関という場所とここを取り囲む海との位置関係が大きく影響している。最も食されているトラフグは本州の日本海側、太平洋の遠州灘以南から黄海、東シナ海にまで広く分布しており、ご覧の日本各地で漁が行われている。それぞれの海にアクセスしやすい土地が下関だったのだ。フグが解禁されておよそ120年、下関は世界を代表するフグのブランドとなった。日本を代表する美食フグを調理科学がご専門の渋川名誉教授に分析していただいた。フグはもう脂肪分が非常に少なくて、硬い組織のコラーゲンが大変多いと、そういう性質があるんですね。コラーゲンというのは生では硬いタンパク質ですから、食べた時に口触りが非常にあるわけですね。で、油は少ないですから非常にヘルシーということができると思います。マグロを醤油につけると表面に油が浮かぶのが見える。対してフグの刺身をポン酢につけても油はほとんど出ない。フグを美味しく食べる方法を渋川教授に教えていただいた。てっちりの後、美味しい雑炊の作り方をプロが直伝する。フグの味を存分に楽しむことができる料理、それは昆布だしの鍋料理てっちりなのだと渋川名誉教授は言う。昆布の中に、グルタミン酸といううまみ成分で代表的なものがありまして、でお魚の中、フグの中にもイノシン酸系統の代表的なうまみ成分がありまして、その両方は混ざるともう本当に飛躍的にその旨味が強くなるという性質があります。で、大体その 1+1 が2にならないで 1+1 が8になると言われている相乗効果というのがあります。また脂質が少ないフグの身は唐揚げにとても適している食材だ。コラーゲンで熱が溶けゼラチン質に変化することで身全体がプリプリとした食感になる。そのプリプリ感と衣のサクサク感からファンも多い一品だ。さらに近年人気を集めているのが醤油で漬けた焼きフグ。炭の強い火で焼くことで中はほんのり柔らかく、焼き目からは香ばしい醤油の香りが広がる。一味唐辛子で楽しみたい。おいしい。これはまたおいしいです。フグ料理の締めといえば雑炊だ。ここで渋川教授においしいフグ雑炊の作り方を教えていただこう。お雑炊はいろいろありまして、どちらかというと全体がねとっとした感じの方がいい方もおありになると思いますが、今回は
どちらかというとサラッとした感じで仕上げたいと思います。まず鍋の残り汁を十分に沸騰させてからご飯を投入。おいしい汁でご飯を膨らませる。この時の注意点はあまりかき混ぜないこと。お米からでんぷんが流れ出て粘りのあるものになる。ネトネトしたのがお好きな方はかき混ぜてくださってもいいんですけど。ひと煮立ちさせ、卵を入れる前には必ず一度火を落とすこと。卵は軽く溶く程度で半熟に仕上げる。卵が固まりすぎるとせっかくの出汁を吸ってくれなくなってしまうからだ。これで鍋に出た旨味を存分に楽しめる雑炊の出来上がり。塩、醤油など味付けはお好みで。冬を代表する味覚、その食感と味わいで日本人を魅了し続けてきたフグ料理。いまだ謎に包まれた生態を持つ不思議な魚フグ。先人たちが命を懸けて探求してきた美味への道のりは、私たち日本人の歴史の中に燦然と輝いている。古来より危険な食べ物とされてきたフグ。人の命を奪うほどのフグ毒はどこからやってくるのか。その鍵を握っていたのは意外にも他の小さな生き物たちだった。そしてついに人類はフグを無毒化させる技術を獲得する。その驚くべき成果とは。次回、奇跡の地球物語、謎多き生態を持つ魚フグと毒の不思議な関係に科学が迫ります。奇跡の地球物語は先進のテクノロジーで人の想像力を支援するキヤノンの提供でお送りしました。